もう大丈夫だ。お前がロザリアの心か。トルガルが懐くなんて。その目の傷、まさかあの時の。やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。おい、大丈夫か。心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実は。やれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。チョコボは物覚えがいい。きっと昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい。いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした。あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか。何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。どうだ、これでいつでも行けるぞ。いろいろと用立ててくれて感謝する。これぐらい当然さ。ロザリアの心は俺たちの恩人だからな。ここも用心棒がいなくなって寂しくなるが、いつまでも甘えるわけにもいかねえ。今後は俺たちだけで何とかやっていくさ。だからロザリアの心、安心してご主人様との旅を楽しんでくれよ。そういえば、あんたどこかで荷馬車をチョコボに囲まれちまった時か。いや違う違う、あいつはベアラーだった。どうかしたか。なんでもねえ、こっちの話だ。昔あんたに似た人に頼み事をした気がしただけさ。それじゃあな、ありがとうよ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。